またお会いしましたね。先日は悪徳業者か詐欺師、つつもたせのような顔で話を打ち切られてしまいましたね。魔術とは違いますよ。れっきとした技術ですから、これは。筋こそそちら側ですが、ただの心理カウンセラーです。この町でこのなりわいですから、必然的に知識は人並み以上にはありますが、また何か背負った業が増えているようにもお見受けします。どうです？ここでは他の方の目や耳もあります。場所を移してお話をしたいと思うのですが、では総銀館学園の講師をなさっているのですね。では名乗らせていただきます。キアラと呼ばれております。改めてとなりますが、この町で心理カウンセラー、セラピストのようなことでなりわいとさせていただいています。魔術世界において名を見ず知らずの他人に暴露するというのは、時に命取りになりますからね。言葉の力は特にそちらの世界では絶大ですから、一種のパラメータであったり、あるいはタグのようなものとして、特に名前というのは強い力を持っているし、縛りつけるものだと私は思います。言葉というのはデジタルだ、私たちはそれに気がつかないが、人間はすべての物事をアナログで処理する方が楽なようにできていると表すものもある。神林長平、戦闘妖精雪風。今の私はこうして誰かの物語や言葉を借りなければ自らの意図を伝えきれないのです。水に映った月のようなものですから。そして本題なのですが、あなたの心は今大変な疲労のただ中にある。それを癒さねば、そういう使命感に駆られたのです。精神のセラピーで生計を立てているものでありながら、無償奉仕のような申し出をするというのは、悪質商法と勘ぐられるのは仕方がないことですわ。ですが魔術の側に立つ人間がそれに無自覚なままであるというのは、緊急性を要する話です。このままでは遠からず精神の側の死を迎えかねない、そういう陰りが見えたのです。ええ、自覚は本当にないのですね。それでは始めさせてもらいます。これはある種の催眠となります。深層心理の奥底で眠るあなた自身と向き合う、そういった内容です。リラックスしてください。目を閉じ、肩の力を抜き、そうです。まだ目を閉じようと力を入れている。すべての力を抜いて、自然と瞳に蓋をするように。そうです。そのままそのまま、ゆっくりゆっくり。すでに私の声だけしかあなたの耳には届きません。数字を3つ数えます。1、2、3と数えたら最もリラックスできる場所、心穏やかに過ごせる場所にいます。暖かな暖炉の前の安楽椅子、風通しの良い夏の木陰のハンモック、母の揺らすゆりかご、いいですか。1、2、3。これからあなたは闇の世界に向かいます。光はありません。ですが恐れないで。それはあなた自身の内にある闇です。人間の誰しもが持つ闇、心の奥底にある闇、その中にあなたの核があります。ここはあなたの世界。闇の中であなたは一人っきりです。闇の中を手探りで歩いてみなさい。かき分けてかき分けて、もがかず、ただ闇をかき分けて歩く。闇の先を歩き続けるとあなたは何か見知ったものを見つけます。それを拾い上げてください。手にしたものがあなたの真の心です。それは何ですか？その鏡には何が映っていますか？その鏡は大切なものです。なくさないように、あなたは胸の内にしまい込みます。大切なものは見つかりましたね。これからあなたを闇の中から引き上げます。私が数字を3つ数えたら、あなたは完全に覚醒します。1つ、2つ、3つ。おはようございます。気分はいかがですか？ごく初歩的な催眠導入のようなものです。ご自身ではわからないかもしれませんが、顔色も良くなっていますよ。あなたは自分自身の心、本当の自分の側面と向き合いました。ですが、心を蝕んでいる者の根は深いようです。これ以上の改善を望まれるのであれば、さらにこうした催眠導入を繰り返すことが必要なのですが、今後もこうした催眠を望むのでありましたら、何かしらの品物をお持ちいただけると助かるのです。もしよろしければ連絡先を交換なさいますか？いつでもお声掛けください。